ロックンロールバンドザ・フェイクスです。ちょっと離れて筑豊の方から来ました。山越えてきました。暑いね。前のバンドさんがずっと温めてくれた会場なんでやりやすいです。何言おうか。なんかアメグラさんに今年のねスタートが雨ぐらいだったんですよね。でその後はちょっと違うとかあって、前回出た時もアメグラでまたやってますみたいな MC したんですよね。でその後ちょっとうちの方がねメンバーの都合でちょっとあんまりライブやれてないんですけど、でずっと来てまたエンドのエンドでアメグラさんに来ました。なんかアメグラさんがねずっと完全に俺の中でホームグラウンドになってるんですけど、勝手に私はね一発目がアメグラ、最後がアメグラ。なんかねちょっと寂しい情報をねちょっと聞いたんで、かなりちょっと悲しい感じなんですけど、まあそれでもまたねなんか立て直してやってくれるみたいな話をしてたんで、まあその時もやっぱホームグラウンドアメグラさんにしようかなと思ってます。それで、なかなかねこっちの方にちょっとこう下ってくるというか、そんな言い方悪いのかな、来るのがちょっと遠いんでね、な機会がないんですけど、やっぱそうやってアメグラさんをホームグラウンドにして福岡のね北九州は文字からずっとこっちまで下ってきたりして福岡県内攻めていきたいと思いますんで、またその時はよろしくお願いします。ねえマスさん頑張ってるよろしくお願いします。そんな感じでまたね続けていきますんで、ちょっと変わった感じの曲にいきますんでよろしく。初めて君を見つけて Oh yeah 毎日思い焦がれて Cryまだ名前も知らないけれど、
うちがやってる曲どんな人がしてるか知らない人もいると思うんでちょっと紹介だけ。うちが主にやってるのがブレインウォッシュバンドと言いまして、赤いキャロルとかって名前で呼ばれてまして、どうぞ、そうですね、
キャロルが終わった後、クールスとかがやってるぐらい並行して、まあやってたバンドですね。それとあとザ・トラブル、今でいうトラブリューですね。その前世のバンドで、その頃ロックンロール思い切りブリティッシュやってましたんで、ビートルズに憧れたバンドでですね、まあちょっと違う形で有名になったボーカルの方がいましたけど、そう、高橋ジョージさんですね。そこのバンドとか、あと、まあ、ジョニー・オークラさん、その辺を交えてこうちょっとマニアックな感じでやっていこうと思ってます。これからもよかったらお付き合いよろしくお願いします。それじゃあね、あとはちょっと感じのノリのいいやつを続けて、ラストまでぶっ続けていくんで、お付き合いよろしくお願いします。